オカピのなんちゃってミュージックラボ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。オカピでございます。このコンテンツは嵐の楽曲を音楽的になんちゃって考察することで、さらに深く楽しもうめでまくろというものです。今回はですね、アラフェス2020ブルーレイ &DVD ドロップ直前ということで、ラブシチュエーションを取り上げたいと思います。大好きな曲でございます。今日テーマにしたいのがですね、なぜこんなにもラブシチュエーションは魅力的なのか。なんかもうね、もう理屈抜きにキャーってなっちゃうんですけれども、今回はあえてその理由を考察してみたい。もうね、最初に私の思う結論を言ってしまいますとですね、この曲を聴くあるいは見ることで、こう恋する気持ちを疑似体験できるんじゃないかなと。しかもですね、相手は嵐、ね。この曲の中に、僕の鼓動が胸を突き抜け風に乗って降り注ぐよっていうね、歌詞がありますけれども、こうね、曲の中に聴き手をドキドキさせる仕掛けがたくさんあるんじゃないかなと思うんです。ちょっと詳しく見てみましょう。まずオケのサウンド、イントロのですね、ピアノとバスドラだけでもうすでにときめく。パフォーマンスになると、こう鼓動を表すかのような振り付けも最高ですよね。そしてですね、カッティングギターだったり、こう躍動的なベースラインだったり、こうクールかつ盛り上げ隊長的なホーンセクションだったり、サウンドも盛りだくさんで、こうオケの、ね、音を聞いているだけでも、無条件でワクワクします。次に注目したいのが歌詞や嵐の歌声です。歌詞やですね、嵐の歌声に注目をしますと、こう可愛いと色気、セクシーな感じの、こうどちらも堪能できると思うんですよね。この曲の主人公、好きな人に誘われて履いていく靴に迷って、最終的にこう今は何にだってどこの誰にだって幸せ分けてあげたいですよね。めちゃくちゃ可愛くないですか。こう嵐の歌声もこう可愛いを感じるフレーズがたくさんあるんじゃないかなと思います。かと思えば、こうセクシー全開、ジュン君の近づきたいですよね。これジュン君のこう言い方はもちろんなんですけれども、こう近づきたいっていう言葉もね、秀逸だなと思っております。歌の主人公の気持ちでもあり、こうコンサートという場になると、こう対ファンっていうことで、もう一個意味が乗っかるっていうかね、ね、なんかもう本当に最高でございます。そしてですね、ダンスと歌どちらもこれでもかと堪能できるっていうのもこう魅力ですよね。こう二手に分かれて、こう完全に歌とダンスと役割分担した上で、こうガンガン歌って、こうダンスもガシガシ踊って、技も決めまくるっていうね、でわちゃわちゃまであるっていうね、なんて言うんですかね、こう見たいものすべてが一曲で叶っちゃう感じ、これものすごく贅沢だと思います。でですね、今回ちょっと詳しく掘り下げてみたいのがメロディーの形です。この曲ですね、フレーズの終わりが必ず高い方の音へと上っていってるんですね。全部上昇系のメロディーなんですよね。ちょっと順に見てみますと、突然君からの誘いでのいで上がってるでしょ。で、履いていく靴に迷ってる乗ってる上がっております。おろしたての気持ちを抱いていてね、滑り込む電車、これ電車だけ下がってるんですけれども、このあと繰り返した時に爆上がりするのでご心配なく。で、窓の景色はときめいてる、君の笑顔が浮かんでくる、ありえない幸せのチケット握りしめたまま来ました、下がりました。でもできすぎたラブシチュエーション
ね、Love Situation、これ1オクターブをしかも順番に上がっております。めちゃくちゃエネルギーを使って爆上がりで、この高まったまま、いつか誰だって願い叶うって巡る季節も繰り返し、上がってるでしょ。夕日まぶしくて街に広がって、そして君に会える、ラララ。これもまた1オクターブ上まで上がっております。で、僕の鼓動が胸を突き抜け、風に乗って降り注ぐよぐよね。今は何にだって、どこの誰にだって幸せ分けてあげたい。最後下がっておりますが、コンサートでは大抵翔くんかな、ふーって言うっていうね、まあ、フーがなくてもこう楽器がめっちゃ高いところでこう愛の手を入れるので、こう結果としてこうこの曲、全部のフレーズが上向きで終わっているんですよね。そんなですね、ひたすらに上がっていくメロディーライン、そのエネルギーに引っ張られてですね、ひたすら気持ちも上がっていくんじゃないかなと。これね、でしかもこう聴き手だけではなくて、きっと歌ってる嵐もこう気持ちが上がっていく感じって一緒なんじゃないかなと思います。もう一つ取り上げたいのがコード進行です。この曲はですね、同じコード進行のループ、つまりこう繰り返しで作られているんですよね。なんですけれども、こうサビになると倍速になるんです。どういうことかと言いますと、こうメロ部分はっていう感じに進んでいくんですけれども、サビになるとね、曲自体のテンポは変わっていないんですけれども、こうコードの変わっていくスピードが上がっている。こうすることでこう鼓動の高鳴りを表現している、ね、こう胸の高鳴りを表現していると思いますし、実際聞いててね、こうコードのことなんかこう分かんなくても、こう知らないうちにドキドキ感じてるんじゃないかなと思います。こういったですね、メロディーラインやコード進行のこうどんどん上がっていく感じっていうのが、聴き手の高揚感にもつながるんじゃないかなと。まるでこう恋する気持ちをですね、体験しているかのような、曲の作りとしてもまさに出来すぎたラブシチュエーション。うまいこと言えたのかな。ということで、なんちゃって考察は以上でございます。まあね、今いろいろ言いましたけれども、結局のところね、そんな理由付けとかいらないんですよね。それぐらい神がかっている曲だと思います。もう本当大好きな曲です。そんなラブシチュエーションを聴けるリンクをですね、YouTube 概要欄、ブログ記事内、Twitter リプランなどに載せておりますので、ぜひぜひ深く味わってみてくださいませ。私も今からもう一回見たいと思います。それではオカピでした。